1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2、3コースがだいぶ遅れたスタートになりました。1番の森野にとりましては壁なしの展開、それでも逃げ展開は持ち込む5番の小田がまくっていく、内を捉えていくのは4番の山口。さあ横に広がった3艇トップ争い、スタートは前艇正常でした。1マークではアクシデントが出ています。2艇絡んでのアクシデントになりました。レースはこれから1周2マークとなります。なお3番の関は1周1マーク落水のため失格です。3番の関は1周1マーク落水のため失格となりました。中盤戦で風が吹き始めてきました。競争水面最終レースはだいぶ風の影響出てきまして、スタートライン上向かい風となっています。予選2日目の関東専門士カップ12レースの記者選抜戦を迎えています。なおこのレースは4番の柴田直也、前半レース負傷のため欠場となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。スロー3艇揃って好スタート、インから1号艇の麻生がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の麻生、差し馬2号艇の池田ですがアクシデントとなっています。内側から4号艇の大野が2番手優勢、3番手が3号艇の松田。1周1マークアクシデントがありました。2号艇の池田雄介は転覆のため失格となっています。1番、2番、6番、3番、4番、5番スタートしました。インから1号艇岩崎、2コース2号艇飯山ですが、これはちょっと早いタイミングがあったようですが、1周1マークへ向かっていきますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中、お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。このレースはフライングがありました。1号艇の岩崎選手がフライング変換決勝、1番の岩崎よしみフライング変換決勝です。従いまして1番に関係する投票券すべて払い戻し変換、お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースアウトを決めてきたのはわずかに4コース、5コースから4号艇、5号艇、1番黒攻防です。先前大聖路、1号艇田中に3号艇が攻めていこうと加藤、内をスパッと割ってくる5号艇、ちょっと一定アクシデントは3号艇です。バックへ入っての先行争いは1号艇、5号艇です。スタートは正常でした。お知らせいたします。3号艇の加藤隆が失格、1周1マーク3号艇加藤が転覆のため失格です。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の木村、2号艇の横井、1マーク2人のタイミングですが際どくなってます。1周1マーク1号艇の木村、そして2号艇の横井バックストレッチに入りますが、ただいまのスタート際どくなっています。判定中となっております。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ただいまのスタートは判定中となっております。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1周2マークラホーム直線コース、ここでお知らせがあります。1号艇の木村と2号艇の横井、この2人ですがフライング変換欠場です。1号艇木村と2号艇横井に関する投票権すべて変換払い戻し、お手持ちの投票権大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。1番、2番、3番とうちの3艇早いスタートになりました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。この3レース複数のフライング艇があります。1号艇竹野、2号艇原、3号艇池田、1番、2番、3番、この3艇はフライング変換欠場です。1番、2番、3番に関する投票券すべて発売額と同額で変換いたします。大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。1番、3番がわずかに覗いたスタートですが、これは早すぎるスタートもありました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。早いスタート合戦になりました。この9レースフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。3号艇の深尾はフライング変換欠場です。3番に関する投票券すべて発売額と同額で変換いたします。どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。
スタートしました第2レースセンター3号艇4号艇コースタート、インからは1号艇の佐々木で、まず1号艇の佐々木が逃げていく、そして2号艇の北川が指す、3号艇の柏が握ってまくっていまして、先頭は1号艇の佐々木和伸、スタートは前提正常でした。逃げて1号艇の佐々木、そして2号艇の北川、3番手3号艇の柏のインコースに4番です。一周にマーク1号艇の佐々木、2番手2号艇の北川、3番手は3号艇がだいぶ失速をしまして、その煽りを食らった6番5番です。ここは4号艇の作品が先に回って3番手です。4号艇の作品が3番手、レースは2周目に入っています。現在6号艇の岩川がエンストをしています。2周のバック側、先頭は1号艇の佐々木、2番手は2号艇の北川、3番手は4号艇の先にとなって1、2対4です。後ろは3号艇の柏二郎、そして5号艇の小林徹です。なお6番の岩川仁ですが、エンストのため失格、6番の岩川エンストのため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第11レース3号艇4号艇、ちょっと早いスタートもありますか。さあ1周1マークに向かっていきまして、1号艇の中島、3号艇の岡部がまくり出して、2号艇の上平が差し込んでいく、さらには4番の宮本です。ただいまのスタートはフライングがあります。4号艇の宮本、6号艇の小池、4番の宮本と6番の小池がフライングとなりました。4号艇宮本の月、6号艇の小池奇妙がフライングのため返還欠場、従いまして4番と6番に関する投票権は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手元の投票権は大切にお持ちください。1番、2番、3番、6番、アウトは4番、5番の並び、スタートしていきました。1コース1号艇北野がトップスタートでした。そのままに1周1マーク先行体制を取る1号艇の北野、対するは3号艇の津が外を行く、大きく膨らんでしまった3番、1手4番がアクシデントになりました。先頭は1号艇の北野、2番手は現在2号艇岡本、差がなく後ろに3号艇の津、6号艇の赤岩と並び、そして5号艇の倉尾が続いています。スタートは前提正常でした。なお4号艇長溝は1周1マークにおいて転覆のため失格です。4番長溝は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。内折りでは2コース2番の鈴木好スタート、1コース少し遅れた1番の高橋、2コースから出ていく2番の鈴木がまくって、おっと後方では1幕かなりもつれましてアクシデントが出ています。スタートは前提正常でした。先頭2番の鈴木に6番の入澤、4番の土屋、この3人が早々と抜け出す展開です。1マークではもつれましてアクシデント、自己停が出ています。なお1周の1マークにおきまして3番の前田は妨害のため失格、1周1マーク3番の前田妨害失格となりました。また5番の田島転覆失格、5番の田島転覆失格です。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第1レース予選競争2秒前、1秒前、スタートしました。3コースから3番の黒野がどうでしょうか。スタート審議中です。タネムスタート審議中です。お知らせいたします。ただいまのスタート3号艇の黒野選手はフライング返還です。3番に関します船券は返還となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまでは3秒。スタートしました。コースアウトを決めたのはセンターから3号艇4号艇1枠の攻防です。1号艇の山崎が先に回って3号艇の室田がまくり雑誌でしょうか。内を刺した2号艇もちょっとバタついて金子、外から5号艇の寺本、内からは4号艇長尾です。バックへ入って先頭1号艇の山崎昭雄です。3号艇室田が2番手、4号艇長尾3番手、その内からは5番6番、スタート正常でした。2マークを先に回る1号艇の山崎昭雄、2番手追走は3号艇室田、上位体系は1番3番です。3番手争いは5号艇寺本が優勢、後方6号艇と2号艇少々接触アクシデントが4号艇の長尾が現在演奏状態です。2周の1マークをトップで回ります1号艇の山崎、2番手争いは3号艇が優勢に室田、
5号艇の寺本3番手です。4番手以降6号艇2号艇まだ4号艇の長尾はエンスト状態となっています。2周にマークに入ります。先頭は1号艇の山崎です。2番手追走3号艇室田、3番手に5号艇寺本、上位待機135、4番手以降6号艇2号艇動き出しましたが、大きく置かれているのが4号艇の長尾です。最終周回の3周目に入っております。先頭は1号艇の山崎昭雄です。3号艇の室田が2番手を追走で、3番手に5号艇寺本、上位待機は1番3番5番、4番手に6号艇平池、5番手に2号艇の金子です。ラストターンマークを目指していきまして、1号艇の山崎昭雄が先頭、陰線からここは勝負がけ、見事なクリアということになりそう。1号艇の山崎、3号艇室田が2番手を追走で、3番手に5号艇は寺本、両に体型は135でゴールを迎えます。先頭1番の山崎五輪、2着3番室田五輪、3着5番の寺本五輪、6番の平池五輪、2号艇の金子が今五輪です。そして一旦エンスト動き出しての追走となっておりますが、4号艇の長尾恭志郎かなり遅れての今最終ターンマークの旋回になります。最後のホームにボートを運んできましたのが4号艇の長尾です。お知らせいたします。4号艇の長尾恭志郎は制限時間内にゴールできなかったため失格ということになりました。以上、尼崎第3レースでした。丸亀ブルーナイター G3 第6回ウエスタンヤングシリーズ3日目を迎えました。水面上はそのオープニングカードとなります。第1レース予選競争ウェルカムブルーナイターオープニングレース。なお、お客様にお知らせいたします。この第1レース出走予定でした3号艇白賀優はボート破損のため欠場、従いましてこの第1レース3号艇を除く5走立てにて行われます。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第11レース5コース5号艇の金子が好スタートです。さあ、1周1マークに向かって、まずは1号艇の東司が待っていく。2号艇の山田の差し、後方ではアクシデント模様です。接触もあってのアクシデント。先頭は1号艇の東司智人です。スタートは前提正常でした。後方はアクシデントです。なお、5号艇の金子拓也が妨害のため失格、5号艇の金子拓也が妨害のため失格、そして被害を受けました6号艇の石名昭弘選手は落水のため失格、6番の石名は落水のため失格となりました。そして整備を行ってきました。ピストン2個、リング4本交換、6コース6号艇クラオで枠なり3対3からスタートしていきました。あまり触りませんでしたが、1コース1番、4コース角は4番出ていく1マークの動き、まずは1番が逃げていった旗、まくり出し4号艇藤崎の懐を6号艇のクラオがぐいっと捉えて前に迫っていきますが、トップ1号艇の旗、追走が6番のクラオ、三茶から沿い2号艇の出端に4号艇の藤崎、そして差がなく5号艇中岡が接戦します。スタートは前提正常でした。さて、2番手以降さあ2マークでももつれ合っていますが、先頭抜け出した1号艇肌に続いているのは現在2号艇の出端、そのインコースに4号艇の藤崎、その後となっている6号艇クラウト、5号艇の中岡です。2周1マークをターンしてはトップ1号艇の畑英吾、2号艇の出端1マーク流れました。内を取り6号艇のクラオが上がってきます。さあ、2番手奪回になるかという6号艇クラオ、内に上がっていきますが、先行する2番手は2号艇の出端、インコースから6号艇のクラオを追い上げて並べて2周目第2ターンマーク、先に6号艇のクラオがターン、2号艇の出端差しに向く、2番差しで4号艇藤崎も入っていきます。偶数艇もつれ合う2番手3番手争い、そのだいぶ前を走ってはトップ1号艇の畑、
後ろとは10艇身くらい差が開いた1番畑がトップ6走体制3周1マークです。もつれ合う2番手2号艇の出端先行、4号艇の藤崎と6号艇倉を並んだままに最後のバックストレッチを構想となりました。水が空いた5番手は5号艇中岡、最後方に3号艇の小菅で最終コーナーへ向かいます。一定アクシデントになって、アクシデントは4号艇の藤崎の様子、先頭からは 1,2,6 で最終ターンマークを迎えますが、6番が失格になる様子です。先頭1番畑五輪、2着は2番の出端、3着は5番中岡です。そして3番小菅五輪、なお6号艇のクラオは妨害のため失格です。6番クラオは最終バックストレッチにおいて妨害のため失格です。そして4号艇藤崎は転覆失格、4番藤崎は転覆失格となりました。大外は6号艇の松尾祭り、枠なり3対3の体型スタートしていきました。少しばらつきましたが、5コース5号艇浜崎が覗いていました。出て行ったのは1号艇の赤岩です。まずは1号艇赤岩のターン、3号艇丸岡外を旋回。まくった3番でしたが、リードは1番、アクシデントが起こりましたが、先頭から現在1番、3番、4番、その後6番と続いて4艇が構想中です。スタートは前艇正常でした。先頭は1号艇の赤岩、そして2番手は3号艇の丸岡、3番手は4号艇の内でホームスレッチ。なお2号艇長島は1周1マーク後で落水のため失格となっています。2番の長島は1周1マーク後落水して失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。最内1番の中越がいいスタート決めてきました。1マークへと向かっていきます。その1番中越が逃げていきまして、2番の桑原の差し、3コースから3番山口つけて回っていきますが、バックストレッチに入ってきまして、内側差しが届いてきたでしょうか。2番の桑原わずかに前、しかし4番の松田がその2番桑原に迫っていく。イン1番中越も外側で踏ん張っていまして、さらに外には3番山口、トップ争い混戦です。スタートは前提正常でした。1周2マーク内側覗いていく4番松田を2番の桑原が叩いていきまして、ここはパパもにっこりです。2番手争いですが、内側をついて3番山口、真ん中には4番の松田、外側には1番中越ですが、現在大時計前だ4番手あたり、レースは2周回目に入ります。2周回目1マークリードを広げました。2番の桑原正光、トップでクリアしていきます。2番手争いですが、内側から3番山口の外側を4番の松田が攻め込んできますが、ちょっと流れました。3番の山口があったったったっと、その後ろでは転覆です。1番の中越がどうやら転覆状況、前の体勢は2番3番4番です。離れて6番の井村、ラストが5番の長尾、なお1番の中越、1番中越は転覆資格となっています。インコースから1番2番3番4番6番5番の体型です。予選競争第5レース、スタートしました。ものすごい勢い、ギーッと滑谷、ボート半分以上出ています。これはあかんやつや。先に回る1号艇の滑谷ですが、ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券、お捨てにならないようにお願いします。お知らせです。1号艇の滑谷、フライング変換欠場です。1に関する投票券、すべて変換になります。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。第3レース、予選競争、スタートしました。インからまず1番の笠木ですが、ここはスタート審議中となります。ただいまスタート審議中です。お知らせいたします。1号艇笠木選手はフライング変換となりました。1番に返します船券変換となりますので、お手元の船券はお確かめの上大切にお持ちください。1番6番2番4番5番ダッシュ3番です。スタートしました。6号艇の竹村いいスタートを切りました。インコースから伸ばしていくのは1号艇の長谷川、一周1マーク、1号艇長谷川逃げる、2号艇の告げまくりに行きます。1号艇の長谷川ちょっとバランス崩して、おっと行って2艇アクシデントか、バックスレッジ、2号艇の告げ、そして5号艇の池上、4号艇の小倉、6号艇の竹村、3号艇の小沢、レースに復帰、スタート正常でした。このレーススタートは正常でした。2周目に入っていきます。2号艇の次が先頭、5号艇の池上、そして4号艇の小倉、3号艇の小沢、そして6号艇の竹村ですが、スピード乗ってこないか。このレースは1号艇の長谷川妨害失格です。1号艇の長谷川妨害のため失格となっています。
2周目のバックストレッチ、2号艇の付け、そして5号艇の池上、4号艇の小倉が3番手、その後ろが3号艇の小沢、6号艇の竹村が最後方です。2周2マークからホーム直線コース、2号艇の柘植、そして5号艇の池上、4号艇の小倉が3番手でレース最終周回に入っていきます。6号艇の竹村ですがスピード乗ってきません。最終周回1マークから最後のバックストレッチ、2号艇の柘植、そして5号艇の池上、4号艇の小倉が3番手、6号艇の竹村ですが失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました、あまり差のないスリット、思い切ったスタート、1周1マークへと移りますが、ただいまスタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中です、お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中です、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。お知らせいたします、2号艇入見圭、3号艇中島隆明、4号艇篠宮智博、5号艇中谷隼人、フライング返還欠場、2番3番4番5番に関係のある投票券すべて返還となります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。2号艇入見、3号艇中島、4号艇篠宮、5号艇中谷、この4艇はフライング返還欠場、2番3番4番5番に関係のある投票券はすべて返還となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。またその他に不成立となる船券がございます。レース終了までお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番6番2番3番4番5番です。スタートしました、 2,3 コースの2人、おーかなり突っ込んでいるがどうかな、これはさあインから1番西村が伸び返して主導権、3コースから2番片岡でありますが、痛恨のコールがどうやらあるのかどうか、かなり突っ込んでし突っ込んだスタート、2、3コースの2人、先頭1番西村、2番手内側から4番カスナ上がってくる、真ん中6番鵜飼、2番片岡、さあどうか、スタートはどうなんでしょうか、外から2番片岡上がってくるも痛恨、2番片岡よりフライング無念、変換欠場であります。2番片岡フライング変換欠場、2番の組に関する投票権全て変換であります。お手持ちの投票権はどうぞ大切に大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました、あまり差のないスリット、思い切ったスタート、1周1マークへと移りますが、ただいまスタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中です、お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中です、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。お知らせいたします、2号艇入見圭、3号艇中島隆明、4号艇篠宮智博、5号艇中谷隼人、フライング返還欠場、2番3番4番5番に関係のある投票券すべて返還となります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。2号艇入見、3号艇中島、4号艇篠宮、5号艇中谷、この4艇はフライング返還欠場、2番、3番、4番、5番に関係のある投票券は全て返還となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。またその他に不成立となる船券がございます。レース終了までお手持ちの投票券は大切にお持ちください。